ましたね。やっと。ミドルはあの S 字の入り方ですかね。いつもの感じ。右左右を見ていく感じですね。じゃあ、僕が中心者ポイントみたいな、ちょっと本当と違うとか、それぐらいちょっとください。いや、何みたいな、そこだけ、そうよ、違うよとか、そこだけください。僕だけ恥ずかしい。先輩に弱いですよね。年功取りあんだけ年下に君一やすのに。下の方には言うけど、先輩にめっちゃ弱い。上の人にはこうあれ気に取っていくから。それは石川にめっちゃ弱い。いやー、落ちるんやなかった。バカ中やな、お前。いや、もう一丁やな、中やな、お前。バカ中。はい、大丈夫。そう、みんなちゃんと。行きましょう。はい、じゃあ、行きますか。はい、SG。ミドル。はい、ミドルからは一応この奥ぐらいからの、まあ、加速してる感じと、まあ、S 字のまあリズム感、うん、まあ、メインはまあしっかりこう打ってきていただいて、まあ、その勢いの良さとかそういうのを見たいと思います。まあ、進入のスタイルは何でもいいです。別に何がダメとかはないので、まあ、おのおの好きに勢いよく走ってくれたら大丈夫です。で、ミドルとエキスパートに関しては、メインコーナーのアウト側のコンクリート、もうタイヤを落とした時点で減点が入ります。一応ちょっとこれは、まあ、大会、まあ、本当のちゃんとした大きい大会とかもまあのことも考えて、そういうのに慣れていこうっていう、まあ、意味も込めて、まあ、今回ちょっと、まあ、アウト側のコンクリートにタイヤを落としたら、まあ、減点を入れたいと思います。1点。何点中ですか？10点満点。10点満点中1点減点です。1点。10点でした。まあ、原石っぽいなって思うとこまでは大丈夫なんで、まあ、片輪が落ちるってことはあんまりないと思うんですけど、だいたい落ちるとしたらもう二輪落ちちゃうと思うんで、まあ、その時点で1点は、はい。でも考え方ですよ。10点満点の走りしたら9点ですから、それ含めて俺は落ちてもいいよって走ってくれてもいいですし、ここを落ちずにここを出たら、まあ、それもまあディスク、まあ、今はやんわり見えないので見えない、まあ、一応この審査席前、広い白線がほぼ見えないんですけど、なんとなくまあ見える範囲で、そこが一応アウトのアウトラインの基準にしますので、まあ、完全に出過ぎてるなって思う分に関してはちょっとそれは限定入れます。まあ、できれば、まあ、その枠内で収めてくれた方がいいのはいいです。同じ勢いと走り方だったら、まあ、そっちの方が点はいいと思います。はい、っていう感じでちょっとざっくり言ったんですけど、はい、あとは個人的なポイント、はい、S 字のイン側の遠赤は、まあ、まあ乗ってくれても大丈夫です。はい、まあ、リズムが、まあ、こう崩れなければ、まあ、あとその、まあ、あんまりそのドリフトの体勢が乱れなければ、まあそこまで大きい減点はないかなっていう感じです。
それはいい。はい、じゃあ個人的な、審査の見方としては、S をいかに早く加速させてくるか、侵入に向かって、メインに向かって、でメインでスパンと向けてください。もうぬるい侵入だと点数は伸びないと思ってください。まあ、何本本番ですか。1本練習、2本本番。2本本番あるんで、1本スパンと来てください。1本で練習の時のね。あ、練習の、いや、2本本番今ミドル一番ですはい、もう点数がその基準が上がるのはもう鋭い振り出し、もうぬるっときたらベース点は下がると思ってもらえたら助かります。あとまあアクセルを早く踏んで綺麗に回る、ブン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 、なんとなく回っていったんではベース点は下がります。あとは村上さんに卑怯だなんかわからないことある人いますか。強襲的なやつでわからない人、ビギナーでもミドルでもエキスパートでも。じゃあ吉尾くん、はい、わからないこと今、はい、大丈夫はい、大丈夫、いただきましたけど他の人はどうですか。ないビギナー大丈夫、ビギナーはあげるんだ。ルーレット、そうですね、ちょっとそれを説明して、今からね、はい、ちょっとで、ミドルは、約13、4台ぐらい参加なので、まず予選が練習1本、本番2本の単走2本で、ベスト8を決めます。で、決勝もまた同様に、あなたも動揺してますね、はい、同様に練習1本、単走2本で決めます。でトーナメントじゃありません。壁を気にせんで済むので、両手で必要がないので。
あれはね、山中さん、これはもう、ああ、
ますよね。ネクタイです。頑張る。いいよ。
はい。
しょう。さあ、ここで27番。これが。Thank you.